ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。そういや、最近ベテルギウスの話が出ないね。爆発する爆発するって言ってちっともだからかな？いつかは爆発する。ものの、少なくとも我々が生きてる間は無理だからな。ってことは、超新星爆発だっけ？私たちが生きてる間はもうお目にかかれることはないんだねー。そうでもないぞ。超新星爆発じゃないけど、この数ヶ月でもしかすると。ってのがあるとかないとか。どっち？てか、そういう重大な情報は早めに言ってよ。で、どこのどの星なの？じゃあ今回は、もしかすると今年中？夜空に輝く新星について解説していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。新星？超新星爆発なんじゃないの？早速疑問を抱く気持ちはわかる。だがまずはことの経緯から話すから、質問はその後な。オッケー。多分たんまり出てくるから、尺のことちゃんと考慮してよね。相変わらず投げっぱなしだな。てなことで始めるが、これは2024年3月のニュースだ。アメリカ航空宇宙局。つまり NASA が、現在から同年9月までのいずれかの時点で、夜空に新星が現れる見通しだと発表。生涯の一度の天体ショーが期待できるそうだ。やっぱ新星が気になるなぁ。じゃあそこは先に説明しておこう。新星っていうのは激変星。つまり変更星の大きな分類の一つで、短期間で極度に増光し、その後緩やかに減光するってやつだ。なお期間は長くて数日となる。ドッカーンってなる超新星爆発とは違うんだね。一回光ったらおしまいなの？一度きりのやつもあるけど、不規則な周期で繰り返すものもあるって話だな。で、新星の続きだが、恒星。この場合は白色矮星な。その表面に一時的に強い爆発が起こり、それまでの高度の数百倍から数百万倍も増光することもあるんだよ。別名ノバとも言う。ああ、確かスーパーノバが超新星爆発だから、ちょっとマイルドにノバか。巨大な恒星の爆発で起こる超新星に対して、新星は白色矮星が爆発して明るくなった現象と覚えてくれ。まあなんだ、また後で新星の説明はすると思うけど、とりあえずはニュースの続きといこうか。そんな明るく輝く新星は、牛飼い座とヘルクレス座の間に位置する冠座に現れるそうだ。ふむふむ。で、その白色矮星の素性は？名前は冠座 T 星。こいつは再起新星と呼ばれるんだが、それも新星の一つとなる。これまで2787年と1946年に増光が観測されてて、平常高度は約10灯程度なんだけど、爆発を起こすと、なんと2灯近くにまで明るくなるんだ。実際過去にも観測されている。極端に明るくなるんだね。一体どういう原理なの？このような新星爆発を起こす天体の正体は近接連星ってやつで、片方の星からもう一つの星へ、流入したガスが核融合反応で爆発することによって起こると考えられているんだよ。二人が力を合わせたみたいな感じだな。一般の近接連星では晩星から白色矮星に直接ガスが流れ込むが、共生星である冠座 T 星の場合、赤色巨星から流出した水素ガスが連星系全体を取り巻きながら白色矮星の周りに硬着円盤を形成し、次第に白色矮星の表面に溜まっていくことになるんだ。そんで溜まったガスが臨界量を超えて、ドッカーンってなっちゃうってことね。それを新星として観測してるわけだ。その通り。この爆発によって白色矮星の表面に溜まった水素ガスのほとんどは吹き飛ばされるが、新たなガスが溜まって臨界量を超えると、再び爆発が起こるという寸法ってことなのさ。それが繰り返し起こるパターンってことか。通常、爆発の間隔が数千年から数十万年かかるそうだけど、白色矮星の質量がでかい場合や、質量流入が大きい場合などは、この爆発の間隔が狭くなることがあるって話だぜ。具体的には？冠座 T 星では、およそ80年ごとに新星爆発が起こると考えられているぞ。そういや、さっき冠座 T 星が増光した年を言ってたね。80年じゃないけど、実のところ、およそ80年と言いつつも、いつ爆発が起こるかって予想するのは難しいんだよ。そんな中、2015年頃に冠座 T 星の高度がそれまでのおよそ 10.2 灯くらいから、9.8 灯くらいにまで明るくなってきている様子が観測されたんだが、上がり幅が微妙だよね。それは爆発じゃないんじゃないの？前兆ってことだな。これと同様の現象は1946年の爆発の8年前の1938年にも観測。つまり、いよいよ爆発が近づいてきてるんじゃないかっていう見解が示されているんだよ。そういうことか。だから、もしかすると今年にドカーンするんじゃないかってことなんだ。でもさ、前回の爆発の前兆は8年前ってことでしょ？今年は無理があるんじゃない？そこで、さらに期待を高めるディップという原稿だ。実は冠座 T 星の高度曲線が、今年の3月頃から暗くなり始めているんだ。
というのも、この恒星は公転周期の半分の周期で、変動をしているってことなんだけど、その高度曲線が明らかに暗くなっているんだよ。それも前兆ってこと？そんだけで、今年に起こるって決めつけられるの？まずこの原稿は V 等級。天体の明るさって等級で決められるのは知ってるだろ？さっき話してたじゃん。1等級とか10等級とか、あの辺でしょ？そうそう。等級には、観測者からの距離に関係した見かけの等級と絶対等級。測定に使われた波長に関係した、写真等級や実質等級、全波長の総エネルギー量を、反映した放射等級などがあるんだけど、このうち、見かけの等級と絶対等級は、いずれも V バンド、波長550ナノメートル前後での見かけの等級となっているんだ。波長が決まってたのか。そういうこと。で、今言った原稿は V 等級より B 等級において顕著なのだそうだけど、B 等級が暗くなっているということは、赤くなってきていることに対応するので、何らかの塵による現象じゃないかって言われているんだけど。もしかして、前回の爆発の前にもそれがあったってこと？そういうことだ。これとほぼ同じ現象が、1946年の爆発でも見られていたそうで、爆発のおよそ1年程度前から現象が確認されていたんだよ。これが今年爆発の根拠だな。納得、でさあ、具体的にはいつ頃なの？さすがに何月の何日とは言えんよ。ただこのような状況をもとに、同年6月30日の、国際天文学連合電子速報で、アメリカはルイジアナ州立大学の B.E. シェーファー氏と、AVSO のメンバーたちから原稿の開始とそれによる爆発期日の予報が発表されたんだ。おお、わかってるんじゃんか、もったいぶらずにかもん。それによると、新生爆発の予報日は2024年の2月から9月とされているそうだぞ。もうがっつり期間だから、今日明日にでも爆発するかもしれないから要注意だな。二等星の新星が見れるのか。これは毎日天体観測が欠かせないね。あ、でもそういやさ、新星ってめっちゃ長く光ってるじゃん。結構余裕で見れるんじゃないのかな？それは超新星のことだな。新星はそうじゃなくって、この二等星の新星が見られる期間は、実のところかなり短いと考えられているんだ。というのも、冠座 T 星っていうのは、極大後にめちゃくちゃ急速に暗くなってしまう新星とされているとのことなんだよ。ゲゲ。でも短いって言っても宇宙規模のことなんだから、数ヶ月くらいあるんでしょ？ところがどっこい、期間で言えば1週間程度だそうだ。なん？だと？なんでそんなに短いの？まず、新星が暗くなっていく速度について、極大から3等級暗くなるのに何日かかるかという、指標というものがあるんだよ。T3 って言うんだけど、こいつが100日よりも短い場合を、ファストノバと呼んで、逆に長い場合をスローノバと呼ぶんだよ。ああ、3等級だから3って数字が入ってんのか。そんで冠座 T 星は？1946年の冠座 T 星は、T3 イコール約7日だったのさ。つまり3等暗くなるのに、1週間ほどしか経過しておらず、2日で1等級暗くなるという猛烈な速度だったのさ。めっちゃくちゃ現行速度が速いんだね。宇宙規模で考えると、まさに瞬きレベルだわ。さらにこの時は、爆発から20日後くらいで元の10等に戻ったって話なんだけど、その後2ヶ月ほどしてからまた8等に明るくなり、その状態は3ヶ月続いたそうだ。不安定。動きが読みにくいな。そう。だから先にも言った通り予想が難しいんだよ。このように、冠座 T 星は、ピーク時の高度が明るいだけでなく、急激な現象や様々な高度変化などを起こしたりで、極めて興味深い新星だと言えるだろう。期間はわずか。もし見られたらラッキーだ。ほんとだよ。これはもう、夜空に穴が開くまで見続けるしかないね。なお NASA の専門家が、この冠座 T 星についてこのようなコメントを残している。ほとんどの新星は、何の予告もなく突然起きる。冠座 T 星は銀河系20ある再起新星の一つ。前回の46年の爆発から、この恒星は1年ほど暗くなった後、急激に明るさを増すことがわかっている。T 星は昨年3月に暗くなり始めた。したがって今から9月までの間に新星になると、予想する研究者もいる。しかしいつ起きるかについては数ヶ月の不確実性がある。NASA 側も見解は同じだね。あ、そういやこの星ってどのくらい先にあるの？地球から3000光年先の距離だ。普段は暗くて、肉眼ではとても見ることはできないぞ。だけど新星になると、北極星と同程度の明るさになるそうだ。ピークに達してた場合だと、まるで新しい星が突然現れたかのように見えるとのことで、かなり期待されているな。お空にいきなりお星様か。なんか素敵だねー。仕組みを先に聞いたから現実に帰ってるけど、なお数日間は肉眼で見ることが可能で、双眼鏡で観察できる状態が1週間ほど続いた後に、2日
再び暗くなって空から姿を消してしまうそうだ。次に地球人の前に姿を現すのは80年後かな？むう、絶対見逃せないな。ところでさ、神聖の原理を聞いたけど、もう少し補足してくれない？ OK。とはいえ、原理そのものは説明した通りだ。太陽をはじめとする通常の恒星の中心部でも、強い重力による高温などのために水素原子核が核融合反応し、大きなエネルギーを発生させている。だけどそこでは、反応速度が上がってエネルギーが出すぎると温度と圧力が上がるため、逆に密度が低下して反応速度が下がってしまうんだ。まあ絶妙なバランスで保たれてるんだよ。反応速度が下がるってことは、エネルギーが少なくなるってことか。その場合どうなんの？恒星の重力により中心部は圧縮され密度が上昇。核融合反応が活発化して多量のエネルギーを出すからな。このように、恒星の中心部の核融合反応は負のフィードバックによって調整され安定して、エネルギーを放出し続ける。が、白色矮星は縮体した物質でできてるからそんな調整が効かないんだ。あ、なんとなくわかってきた。地形劣星から降り注いだ水素が表面で核融合を始めても白色矮星はそのエネルギーを吸収して、膨張したり密度を下げたりできないため、核融合反応は急激に進行。つまり暴走を起こし、白色矮星の表面全体が爆発して新星として、観測されることになるのさ。なるほど、そんで爆発後は水素とか、核反応で出た？ヘリウムとかだっけ？そうそう。あれを宇宙空間に放出して核反応自体が終わって、また元の暗い星に戻るのさ。オーケーオーケー、よくわかったよ。でもさ、この手の星って最終的にどうなんの？そこか。新星爆発により、白色矮星表面に溜まった水素ガスや核融合で形成された元素の大半は、宇宙空間に吹き飛ばされ、淡い星雲を形成した後に短期間で空間に散逸してしまうことになる。大半ってことは、一部は残ってるわけだね。察しがいいな。一部の水素やその他の元素は表面に残るぞ。したがって白色矮星の質量はわずかに増加。チャンドラセカール限界を超える段階に達すれば、1A 型超新星爆発を起こすかもって話だぞ。1A？ 何それ？超新星、激変星のサブカテゴリの一つだ。白色矮星の激しい爆発の結果生じるもので、具体的には、まず白色矮星は核融合を終え、寿命が尽きた恒星の残骸ってのは周知の事実だと思う。だけど、炭素と酸素に富む白色矮星は、温度が十分に高いと莫大なエネルギーを放出して、さらに核融合を進めるという特徴を持っているんだ。厳密には死んでいなかったりする。へぇ？恒星の末路の一つって話なのに、そこでも生きている感じを示すんだね。物理学的に自転速度の遅い白色矮星は、太陽質量のおよそ 1.38 倍のチャンドラセカール限界よりも、小さい質量に限定されるんだよ。これは電子縮体圧によって支えることのできる最大の質量なんだ。ちょい待ち。さっきからちょいちょい出てくる、チャンドラセカールって何なの？チャンドラセカールな。連星系をなす白色矮星の中心付近が臨界密度に到達した時に、熱核暴走反応が引き起こされ爆発に至るんだが、この時の質量を言うんだよ。デッドラインみたいなもんか。その限界を超えると、白色矮星は崩壊するんだね。そう。そうなると、少しずつ晩星から白色矮星に質量転移が起こり、物質が硬着すると、核が炭素燃焼過程を開始する温度に達するんだ。そろそろ頭がパンクするんじゃないか？もうしてるから大丈夫。でもそれで超新星爆発を起こすの？そこで、非常に稀なんだけど白色矮星が別の恒星と融合すると、瞬間的に限界を超えて崩壊を始め、核融合が開始される温度を超えてしまうんだ。核融合開始後、数秒の間に白色矮星を構成する、物質のかなりの部分が熱暴走を起こし、とてつもないエネルギーを放出。つまり超新星爆発を起こすのさ。それが 1A 型超新星ってことか。でも爆発する分にはどれも同じだよね。この種類の超新星は、白色矮星の質量が均一であるため、ピークの明るさが一定しているそうだ。この安定性により、1A 型超新星は実質等級の大きさが距離に依存するため、それが含まれる銀河までの距離を測定する標準光源として用いられているそうだぞ。利用価値を見出すとは、なかなかやるな、人類。ちなみに、こういう天体は少ないの？じゃあ観測状況についても触れていこう。銀河系では1年間に約40個のペースで、新星が発生していると推測されているが、発見される新星の数ははるかに少なく年、数個だそうだ。推測とは違ってるってことか。でもなんでそんなことが起こるの？それは、超新星に比べて高度が小さく、星間物質などの作用で減光が激しいために、遠方で出現したものは光が届かず観測すること自体が難しいからだよ。銀河系にしかないわけじゃないでしょ？ああ。
銀河系では2011年1月から2013年11月12日の間で発見された新星は5から7個。一方で、お隣さんのアンドロメダ銀河で発見された新星の数は、銀河系の4倍だそうだ。銀河の大きさが違うからかな？それとも、もっと他に理由があるとか？そこについては触れられてなかったからわからんな。とまあ、これが冠座地位星の全貌だ。そっか、いやー。まさかベテルギウスより早く独環が見られるとは思わなかったよ。てっきり、どういう規模であれ恒星の爆発なんてベテルギウスが最初だと考えてたし。いや、人類史で言えば、超新星爆発の瞬間じゃないけど超新星なら多数目撃されてるぞ。超新星爆発だって、17世紀には目撃されている。その後はとんとご無沙汰だけど。なんだって？そんなにバカスカ独環しちゃうの恒星って。そういうわけじゃない。そもそもこの広い宇宙にどんだけ恒星があるか知ってんのか。銀河系だけでも2000億個あると言われてんだぞ。となると全宇宙なら。あ、そういや以前そんなこと言ってたね。割とマジで星の数だったよ。で、お前の大好きなベテルギウスについてだけど、また新たな情報があったりする。バカな。この後に及んで新情報だと？ベテルギウスってのは、全天で10番目に明るい恒星と考えられているのはすでに知ってると思う。そんな火中の恒星を、天文情報サイトがいろいろ伝えてんだけど、その最新情報によると、ベテルギウスの明るさが1月下旬から 0.5 度低下しているそうなんだ。2024年の話だぞ。また何か起きてる？今すぐってこと？いや、今すぐ爆発する可能性は低い。ものの、今後10万年以内には間違いなく、このベテルギウスは超新星爆発を起こすってのは、いつぞやにも説明しているよな。そうだったよね。爆発する。市内が錯綜しまくって、戸惑った記憶があるよ。だけど2023年に発表された論文の予測では、ベテルギウスの核は300年足らずで、燃料の炭素を使い果たし、超新星爆発につながる核の崩壊が数十年以内に起こると予想されてんだ。いや、私は騙されないよ。どうせ爆発する詐欺でしょ。大体からして、いつも思うんだけど、毎回明るさの変化でうろたえすぎなんだよ人類。明るさのわずかな変化でも大きな興味を引くのは、それなりに理由があるからなんだよ。まずベテルギウスは質量が太陽の20倍、大きさが太陽の1400倍で太陽系から650光年先にある。つまり、今ベテルギウスで起こっていることは、実際には650年前に起きたことなんだ。それは知ってるよ。もう落ちは出てるのに、それに振り回される人類って。もう落ちは出たかもしれないし、出てないかもしれない。そこはまだわからんよ。で、実際は650年前に起きたことで、地球では今まさにその光、あるいは原光が見えているだけだ。それでもベテルギウスは、超新星の危険地帯とされる50光年よりもずっと先にあるので、地球が巻き込まれて消え去ってしまうなど、そういう不安は一切必要ないと言えるだろう。めちゃくちゃ遠いもんね。とりあえずは対岸の火事で一安心。で、以前にも話したが2019年末から2020年初めにかけて、ベテルギウスの突然の大原光が、メディアを賑わせたのは記憶に新しい。我々も思い切り振り回されてしまったな。そうだよ、結局元に戻ったんだよね。ああ、この間、明るさが通常の 40% にまで低下したものの、その後徐々に戻っている。でもそれは、ベテルギウスが約400日周期と6年周期で明るさが変動するという、変更性であることが理由であるってのも、過去の動画で説明しているよな。それも覚えてるよ。でも大原光ってのは初めてだったから、やっぱ振り回されたけどね。確かにな。あれは観測史上初めてのことだったから、仕方がないところがあるだろう。でだ、ベテルギウスの大原光に関しては、次のような複数の説が提唱されたんだ。過剰書きにする。対流によって南半球に形成されたコールドスポット、低温の領域による見かけの原光、脈動や他の恒星との相互作用によって引き起こされる通常の明るさの変化。赤色長距星から大量に放出される塵、固体微粒子。結局どれだったの？ハッブル宇宙望遠鏡によると、ベテルギウスの内部からゲップのように吹き出した物質で形成された。塵の雲が地球から見えるベテルギウスの光の一部を遮っていたことが分かったそうだ。いずれにしても、爆発には直結しないんだよね？それはわからない。今回 0.5 度明るさが低下したことが、何を意味するのかは不明だ。でも、明るさについて過敏に反応するのも、爆発が間近に迫っていることからやむを得ないんだ。そうだけどさ、毎度毎度困るんだよね。あ、ちなみに爆発したらどうなんの？ベテルギウスの場合、2P 型超新星として爆発してめちゃくちゃ明るくなり、中性子星を残すことになるんだけど、爆発から数ヶ月は満月ほどの明るさにまで輝くそうだぞ。うっきゃー、絶対綺麗なやつじゃん。
日中でも観測できるかもって話だ。夜間であれば、もはや絶景の一言だろうな。さて、今度の変化は爆発に絡むのか。それはベテルギウス本人にしかわからない。なんか無理やりまとめたけど、結局は決定打にかけるんだよね。爆発はいつなのさ。さあ。一言？まさかの返答がやってきたよ。てか、超新星であればちょいちょいあるんだから、それを待てばいいだろ。ちょいちょいあんの？そんな出来事あったっけ？あったっつーの。何度も動画にしてきただろ。SN2006GY なんていい例だ。それも超新星爆発なの？厳密には超新星だ。2006年9月18日に発見された、通常の超新星の10倍以上の、明るさで輝いた超高輝度超新星だぞ。当時はかなり話題になったはずなんだけどな。知らない。実際騒がれたし、私も説明してるぞこの野郎。この超新星はアメリカの天文学者である、ロバート・クインビーらによって発見され、その後は人工衛星であるチャンドラや、リック天文台、WMKEC 天文台などを用いて、多くの天文学者によって観測された。多くってあたり、結構目立った超新星なの？目立ったどころの騒ぎじゃない。NASA はこの超新星の詳細な分析データを公開し、この超新星を、これまで記録された中で最も明るい星の爆発であるとまで言ってるぜ。そんなに？概要とかは？ SN2006GY はペルセウス座方向のおよそ2億3800万光年離れている銀座、NGC1260 の中に現れたそうだ。この爆発によって放出されたエネルギーは、数字は桁違いだから出さないけど、通常の 1A 型超新星爆発よりも一桁上って話だ。超新星爆発自体が桁違いなのに、それよりも一桁上って何なの？この超新星の明るさは、発見からおよそ70日間続き、その後徐々に収束していったんだ。これ以外にも肉眼で観測できた、SN1987A という超新星もあったんだけど、それよりも距離が1400倍遠かったってのがあって、望遠鏡を使わないと観測は無理だったそうだぞ。ごめん。望遠鏡を使わないとっていうより、1400倍も離れて望遠鏡で済むんだって思った。だけどさ、今話してるのは超新星であって新星じゃないんでしょ？ベテルギウスの話をしたから、こっちに話が移っちゃったけど、新星自体はどうなの？発見されてるって話だけど、じゃあ新星の話に戻そう。発見された新星はかなり多いぞ。サソリ座遊星、トカゲ座 CP 星、ペルセウス座 GK 星、ワシ座 V603 星、ガカ座 RR 星、トモ座 CP 星などなど。かなりあるね。みんな新星なんだ。ああ、とはいえ分類はあるんだけどな。国際天文学連合としてルンベルク天文研究所により、編纂されている変更星総合カタログでは、新星を現行速度の速い順に分けてるのは先の通りだ。ファストノバとかだよね。そうそう。具体的には、NA ファストノバ、旧新星、NB スローノバ、冠新星、NC ベリースローノバ、超冠新星、強星新星と分けているんだ。同じ新星でもさらに分けられるのか。あ、そういや何度も爆発するやつはどれになるの？その場合は NR、反復新星というカテゴリに収まる。なお、早い新星は全体的に明るく、遅い新星は高度が小さくなり、増光や減光の曲線も不規則になる傾向が強いそうだ。個性があるんだなぁ。あ、そういや Y 新星とかもあるじゃん。あれはどうなんの？それも激変星の一種だけど、新星には当てはまらない。その他、超新星はさっき言った通りだし、X 線新星、高輝度赤色新星は新星じゃないのさ。反復新星などとは原因、過程がまるで異なるし。そうなんだ。てかこんな小難しい星、誰が最初に見つけたの？歴史ってことか。それは1572年に、デンマークの貴族であり天文学者でもある、ティコ・ブラーエが SN1572 を発見したのが最初って言われているな。それが最初の新星ってことか。ああ、そうじゃないんだけど続けるよ。まあどちらにしても、この発見が新星という言葉の始まりだ。新星そのものは以前から知られていたそうだけど、当時は考え方とか価値観がちょっとな。ああ、中世からルネサンスあたりだもんね。下手すりゃ星なんて神様だよ。そういうことだ。まあ紆余曲折あって、ティコの発見は新星ではなく超新星だったんだが、1930年代までは超新星という概念自体が天文学にないことから、天文学の発展に対して、一役になっているのは間違いないだろう。人類にとって大きな発見だったと言える。当時はまとめて新星として一括りにされてたってことか。だな。新星という言葉の方が先だからな。超新星から入ると意外に思えるけど。確かに。いやはや、新星にしても超新星にしても見どころたっぷりだね。構成からすればそれは死でしかないが、美しいには変わりないからな。今回の新星、
もう間もなくその時がやってくるから、頻繁に情報は仕入れたいところだ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録と高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。